はり玄都高賢の将軍ファルコがかつてラオウの野望をその足一本と引き換えた男。かつてラオウは嵐となっているはず。皇帝の村にはその魔種が伸びた。ウルガ、玄都高賢のファルコか。戦うか退くか、どちらか選べ。どちらも選ばぬ。このまま村を素通りしてもらいたい。ただでとは言わぬ。土産は渡そう。村人の一滴の血も流したくはないのだ。けどそういう男がなんで天帝の言いなりに。天帝の圧政はファルコが一番嫌うんじゃないのか。奴は天帝を殺さん。それは自分に課した掟のため。暗い聞いたか。我らが天帝は暗いのがお嫌いじゃ。回せ心を込めて回すのだ。苦しい。誰が休んでいいと言った。おう、ファルコ様。将軍、ジャコウ総督がお呼びです。ファルコ将軍、泣かずともその足が泣いている。ファルコ、なぜ反乱軍を全滅せずに戻ってきた。思わぬ敵が入りましたよ。すめえ、臆病風に吹かれおってね。誰の前だと思っている。図が高い。威服せんか。なんだその目。息子たちよ、私が何者か我子に教えてやれ。はっ。父上は天帝の最も信任がつき総督閣下にあらせられます。父上の口は天帝の口であります。聞いたか。なんと呼び、天帝に弓引く北斗を倒すのだ。元凶は全て北斗にあり。一つに天帝が崩れるものか。
かろうが、この城門を破ることはできぬ。この門にはな、電流が走ってんだ、バカ野郎。どうだ、丸焦げになるだけだぜ。が来たみたいだ。俺が食い止めてくる。どけどけ、うぬら腰抜けのファルコ君の出る幕ではないわ。我ら総督直轄軍が止めてみせるわ。死ねえ、口出しにしてくれる。これぞ我が天帝軍が誇る戦車。貴様の剣など弾き飛ばしてくれるわ。私はファルコの陛下。そうだ、俺たちはファルコ様のためならいつでも死ねる。よかろう、待とうファルコ。ケンシロウは徐々に帝都に向かっています。すまな、暗いじゃないか。いかん、天空の闇に光るは北斗、闇は邪行を狂わせる。バルカ、ケンシロウを倒し、さもなくば徹底の命はないぞ。すまぬ、ゲントの先人たち、このファルコで元と貢献2000年の歴史が終わるかもしれぬ。思えば今日のこの混乱は全てこのファルコの甘さが原因であった。ウヌの片足確かにもらった。その片足、ウヌの村どころか一国にも値する。出てこい、そこのネズミ。邪神に満ちた目を。ファルコ、この男を今すぐ殺すがよい。さもなくばこの男、ウヌにとって最大の災いとなろう。待て、
お前は自分の母親の前で俺を殺すのか。お前の母親は俺の育ての親。その母の前で俺を殺せるなら殺してみろ。老いた母の祈る姿が俺を思いとどまらせた。その母が死ぬと同時に、奴は保身のために天帝を幽閉。天帝の名において帝都を築いた。すべては俺の甘さゆえ。帝都の中心部に仕掛けた爆薬の起爆装置だ。もし俺がケンシロウに敗れたならば、そのボタンを押せ。このファルコが倒れれば、邪行は天帝を殺し、すべてを天帝の席として逃げ出すだ。すべての発端がこのファルコならば、この死と共にすべてを天へ持って帰ろう。しかし、あなたを愛するミュー様は。ミュー。起爆装置は私に。ファルコ様の死はこのミューの死。一緒に連れて行ってもらいます。もはや思い残すことはない。テント貢献伝承者としてケンシロウに戦いを挑もう。どうあっても引けるか。ゲントの定めは引けぬ。わからない。でもはっきりと天帝が私を呼ぶ声が。よし、帝都の中へ行こう。とにかく天帝を抑えれば帝都は落ちる。歩兵、こっち、こっちよ。鳴き声がだんだん強く。よし、急ごう。バト、俺はこっちに行く。俺はもともと賞金稼ぎだ。人探しはお前たちに任せる。ジャコーの首を取ってくるぜ。好きにしろ。ウヌの行動は密偵によって全て筒抜けになっておるわ。この箱がファルコが仕掛けた起爆装置か。お前がわしに近寄ったのは天帝の居場所を探すためか。この邪行を裏切った者は誰一人として許さねえ。かよ、押せ。なんで貴様。お前が総督の邪行だな。この邪行に手をかける気か。恐ろしいことになるぞ。シャラクス。
いけません。その男を殺しては。その男が天帝の命を握っているのです。殺せばハルコ様の命を懸けた戦いが無駄に。それじゃあハルコは。わしに逆らう者は皆死ぬのだ。しまった、落とし穴か。こんなところに天帝ルイ様。な、何、天帝だと。凄まじき剣、お前はまだ北斗神拳の真の力を知らない。北斗神拳の奥義を見た時にお前が死ぬ時だ。貴様こそ思い知ることになる。玄徳高剣の威力を奪う。うっ、うっ、うっ、全てに決着をつければならない。二人の悲しき創世の運命に終止符を。お前といえどこの蹴りを見切ることは不可能。勝負はついた。それはどうか。この下から聞こえてくるわ。そんなはずは。今日の乱れを呼んだのは若き日のファルコなのだ。双子、天は一つ。このまま創世が育てば天は二つに割れよう。殺すのだファルコ。それが玄徳高剣伝承者の務め。それであの方は自分の叔父夫婦にあなたを預けたのです。あなたの出生の秘密を隠して。リン、あなたのことは聞いていました。悲しい妹の話を。どこにいるの、リン。リン、ごめんなさい。あなたには辛い思いをさせたのね。
いいえ姉さん、捨てられた私の方があなたより幸福でした。捨てろ。くそ、天帝はあくまでもファルコを操るためだけのもの。だがもう天帝の命は必要ない。ケンシロウもファルコもすでに力を使い果たした。邪行でも十分にぶち殺せるわ。俺の傷ではない。ファルコと剣の戦いを止められるのはお前とルイだけ。奴らの血を拭ってやるのだ。俺は必ずここからお前たちを出してみせる。まだ天は俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。ケント高原2000年、すでに俺と宮司の奥義は伝授されておる。この岩盤をぶち抜いて地下水を吹き出させ、お前らを脱出させる。そんな道具もないのにどうやって。こいつよ、この拳でぶち抜けねえものはねえ。ダメだ、今のお前の体ではそれ以上無理をしたら。頼むぜ我が愛しのげんこつよ。
天帝ルイと巻き添えにネズミもあの世へ送ってやったわ。次は貴様らが死ぬのだ。発射よーい。いやあ、なんだ、おい、うわあ、ケン、ファルコ、天帝は無事だ。敵はジャコーだけだ。しっかりしろ、アイン。お前にはアスカを見守ってやる仕事が残ってるだろう。俺はお前がいるから何も心配してねえよ。これのために死ぬってのはなかなかのもんだぜ。少しかっこよすぎるな。バカ野郎、てめえかっこよすぎるよ。ケン、ファルコ、俺たちと同じ血を持った同胞の死に応えてくれ。決着をつけるのはお前だ。すまん。おい、剣士のおじさん、俺がファルコを倒したら見逃してくれるか。いいだろう。倒せたらな。いいやつ。今のファルコ、フレディも倒せるわ。貴様のために何人が苦しみ地獄に落とされたことか。その度に何度心を殺してきたことか。恨みなどという言葉では生ぬるい。この世から失せろ、ジャコ。よくぞご無事で。あなたに比べれば私が背負った苦労など、せめてその体の傷だけは私に拭わせてください。ファルコ、ありがとう。アイン、見えるか。お前が死をかけて望んだ光景だ。確かに告げよう、お前の最後を、愛娘アスカに。そして語り続けよう、お前の生き様を。いない、リン様が。リン、きっとまだ地底に残された奴らを助けに行ったに違いない。この中にはまだ殺気だった帝都の兵がゴロゴロしているのですよ。でもあなたや取り残された人たちが。大丈夫ですか。ジャス君、ファルコの作ったこの爆弾でみんな吹き飛ばしてやる。そしてケンシロウ、ファルコ、貴様らをはるかに過酷な戦いに叩き込んでやるわ。
崩壊していく。な、どうしてリンだけ。やっと一緒になれたというのに。心配はいらぬ。この俺がいる限り、リンは死なん。泣いてもいいのよ。思いっきり泣いても。うん。私泣かない。私が泣いたら、パパ眠れない。アインは、きっとこの子が寝つくまでは、眠らない父親だったのでしょうね。これパパの。きっと喜ぶと思うから。アイ、約束しよう。お前の死は決して無駄にはしない。